僕の絵を理解してみろよ。いつもご視聴ありがとうございます。バージョン 2.0.0F 情報カード紫のレア葛飾北斎で対戦していきます。葛飾北斎は全バージョンより経略範囲が縦横 0.2 部隊分広くなりました。若干の修正なのでそこまで使い勝手が良くなったかというとそうでもないです。とはいえ指揮後で推計が打てるので敵主力が低知力の場合は入れておくと役に立つ可能性もあります。自身知力後で威力がそんなに出ないので中知力相手でも撃破を狙うなら事前にそこそこ兵力を削っておかなければなりませんね。現状紫の 1.5 コス鉄砲は他に再到達を期しかいないので能力のバランスが良い北斎を採用する場面はまだまだありそうです。今回は水系の威力を上げるために再現接待と組んでみました。終盤接待で攻め込む場面で後方から水系を叩き込むのが狙いです。接待の陣形の知力上昇のみだと思ったより火力が出なかったので天気の軍船も絡めて接待の向上を無理やり通していきます。それでは試合をご覧ください。今回のお相手は大久保西郷4枚デッキです。お互い後半勝負なデッキなので途中で落城されることはなさそう。後半まで接待で耐え抜き北斎につなげていきます。紫式部も使っておけると攻めやすいのでなお良いです。それでは対戦よろしくお願いします。画境老人万事の絵に飲まれちまいな。負けてたまるか。チートアワレ、やり直しか。チートアワレ、撃て。この槍を食らいたいのはどいつだ。我が両目からは逃れられぬ。キートアワレ、フラッチョキートアワレ、撃て。流派発動。二の肩。チートアワレ。流派発動。三の肩。フラ。撃て。薩摩を撃つというのであれば受けて立て。奥と見るほどぞ。
儚きともすれば。撃て！撃て！撃て！負けて。たまるか！私は所詮脇役か！ブレイモノ！やり直しか。もうよかろう。戦機食らいたいのはどいつだ！主役の出番じゃない。流派発動。一の方僕の絵を理解してみろよ。負けてたまるか。よかろう。えら！戦術と兵法を司る神の剣、見せてあげる。僕の絵を理解してみろよ。やり直しか。流派発動。二の方。国の行く末を見通し、私が人々のしんがりとなる。僕の絵を理解してみろよ。無礼者。情けはかけぬ。大波越えて世界で一番の加工になってやるぞ。